皆さんこんにちは、釣り情報の料理情報です。さあ今回はじゃん、キスを使って2品お料理していきます。いっぱい釣れたので今回は大きいのを使って作っていきますね。まずさばいていきます。もうこちらはですね、鱗と内臓は取ってあります。三枚おろしに挑戦していきます。お、いいんじゃないですか。中骨も取る。では一品目、キスの炊き込みご飯を作っていきます。今回は2合のご飯でやります。調味料入れていきます。お醤油、お酒、みりん、粉末の昆布だしを、昆布だしな、味見をします。少し薄い気がする昆布だしを足します。こんなにいっちゃって OK かな。うん、いい感じ、美味しいです。ここにキスを入れていきます。お水を2合のところに合わせていきます。ピッ、では炊いていきます。なのかな。では2品目、キスとアスパラのチーズ春巻き作っていきます。今回はですね、キスが半分にしたらちょっと小さめになってしまったので、スライスチーズを包丁の背で半分にちょっと切れ目をつけていきます。春巻きの皮にまずスライスチーズをのせます。そこにキスを1匹分2切れ乗せます。そして茹でたアスパラ、塩コショウを軽く振ります。多分きっとね、チーズで結構塩味がついてると思うので、これは少しでいきます。そして折りたたんでいきます。うまくたためるのか、ほんと？どういうこと？これで最後、水溶き小麦粉を海苔としてつけます。こんなのくっつく、あ、いいんじゃないですか。これを何個か作っていきます。いくつか巻き終えたら160度の油で揚げていきます。お、いいですね。ついてない。ちょっと焦げ目感が出てきたらひっくり返しながら上下を上げていきます。隙間が出てきたんだ、チーズが出てきた、揚げちゃいます。ちょっとこれ中気になりますね。切ってみましょう。あ、いい音。お、いいんじゃないですか。ふっくらしてるね。いいですね。できました。いきます。おー、おー、どうなんだ、成功しているのか。ちょっと持っていきます。あまりまり、お、焦げができてる。
おー、では盛り付けていきます。お、いいんじゃないですか。完成、美味しそう。あ、いい香り。そして無事に2品作り終えました。キスとアスパラガスチーズの春巻きとキスの炊き込みご飯です。ちょっとどちらも今回は本当に初めてで、春巻きなんても本当に初めて作ったので、どんな感じか楽しみです。ぜひ皆さんもやってみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。さよなら。